大持山は埼玉県秩父市と秩父郡横瀬町との境界にある山である。標高九2 9 4 1メートル。秩父山地に属し、隣接する小持山や武甲山、向川だけと結んで歩かれることが多い。自然のままの山陽が残っており、本格的な山歩きの気分が楽しめる。山頂は樹木に囲まれるが、大持山と小持山を結ぶ稜線は、 南西の浦山号側が切り立っており、岩東からは岩下に浦山里の集落を見下ろすほか、奥、秩父、浅間山方面の眺望が楽しめる。西武鉄道池袋線飯能駅、または JR 八高線東飯能駅から、名号、または湯の沢駅のバスで名号まで入る。所要時間は、約1時間。そこから、つまさか峠までは、 標高差4 0 0ル、1時間半。つまさか峠には、西武鉄道西武秩父線横瀬駅から追い川、経由でも登れる。つまさか峠から、大文字山前は、標高差5 0 0ル、1時間半の登り。名号から、鳥首峠までは白井は軽油で1時間半の登り。鳥首峠には、西側の裏山里からも登れる。秩父鉄道秩父線秩父駅、または、 西武鉄道西武秩父線西武秩父駅から浦山大日道行きのバスで終点下車。観岸経由で鳥首峠までは約1時間半。登山道は多少荒れている。鳥首峠から大持山へは標高差400メートルほどの上りで1時間半。途中、宇野和を通過する。武庫山頂上から安部の白地窪に下り、小持山を経て、 大餅山に至る。武甲山からの所要時間は1時間半程度。その他、裏山里の武士平集落から小餅山を経て登る道もある。宇野沢は、大餅山と鳥首峠の間にある、開けた窪地。かつては大きな沼であったが、この沼に住んでいた山の神の化身であるお漁師が、誤って撃ってしまったため、沼が消滅したという伝説がある。ありがとうございます。